なとかなちゃんとみなとみのです。はい、ということで本日の企画は私たちの過去一露出コーデ紹介です。イエーイ。はい、ということでせーの、どうぞ。ブーツかわいい、でも今はもう3年前のやつなんで、もう今は売ってないんですけど、でも履くタイミングが結構難しくって、これ確かにそうだから3年前に買ったのに多分 3,4 回しかまだ履いてないんですよね。ちなみにそのコーデの時なんかどこに行くとかありますか？でもパーティーしに行く時じゃあテーマはパーティー。テーマはパーティーポイントありますか？ここでちょっと露出ってことで、まあ、ここ見せていくのもそうなんですけど、ここで露出していくっていうのと、やっぱ足はロングスカートやけど足もちょっとやっぱちらっと見えるのがポイントです。夏これから暖かくなってきて、こういう服装を増えていくのかなって思います。かのちゃん黒多めですよ。本当に黒ばっかり着てますね。なんか黒が好きっていうのもあるんですけど、あのあれ私服めっちゃ汚すんですよ。夏とかもだから黒結構着ます。カノの露出コーデでした。私の露出コーデはこんな感じです。コーデのテーマとポイント教えてください。はい、全部別にそこまで出してはないんだけど、もう見えそうでも見えないというあのポイントでして、めっちゃ良くするんじゃないかなっていう、このまあそこまで、まあお腹とか、ね、こう出してないから、一見なんかそこまでとは思わないかもしれないんですけど、こう腕とか足とかも出して見えやすいポイントですね。じらしていくってことですね。じらしスタイルで。普段そういう露出した服着ること多いですか？最近は本当に全然なくて、これが一番私の持ってる中で結構露出激しめのやつです。あと断捨離しちゃったんで、なんか結構夏服とかも結構捨てちゃって、まあ、ほぼ今ないんですけど新調していく感じ。そうそうそう。でも衣装とかだと露出めちゃくちゃ多い。あ、そう、うん、あの逆に衣装とかはもうめっちゃ露出あるんで、なんでプライベートは結構なんか布多めでやってます。はい、私の露出コーデでした。みゆの露出コーデはこの歌詞です。テーマとポイント教えてください。テーマは強そうなです確かに強そうさっき戦士みたいって言ったら戦いそうそう、そんな感じでいきました。でポイントはとりあえず露出コーデってことなので、なんか露出できるところはしたところと、あと黒とゴールドでまとめてきました。普段露出したコーデ着ることありますか？でも時期的にこっからかなって感じです。多分夏とかはやるんですけど、こういうの最近はまだやってなかったので久々露出してます。露出する服着るときはさ、いつもどこ行くとかあるの？海の家の時とか。確かに、でもその格好では飲まないよねえ、飲みますよ。今着てる格好の時も？うん、あります、あります。こんな感じの時、逆にでも水着とかで飲まないですよ。お腹出ちゃうからギリ隠れるぐらいのハイウエスト系だったね、はい。後ろどうなってるの？それ、後ろはなんかあれなんですよ、なんかすごい首のとこだけ繋がってる、全部これ繋がってるやつなんで楽です。1個でこうなる。確かに。はい、はい、以上みゆの露出コーデでした。はい、せいらの露出コーデはこんな感じです。コーデのテーマとポイント教えてください。コーデのテーマはデニムコーデなんですけど、とりあえず露出ってことで足もお腹も出していました。めっちゃスカート短い、かわいい。そうなんですよ。これはジェイダ
構夏とか超履いてます。その服着て行きたいところありますか？海とかかな。行く予定ないですか？海は今年ももちろん行きます。で、肌を焼きます。今白いもんね。今めっちゃ白くてめっちゃ白いんですよ。え、サロとか行くの？毎年サロ行かなくて、テンサロでいつも外で焼いてます。はい、じゃあ今年も海で焼くということで。はい、焼くということで。普段露出のある服着ることとかありますか？普段は夏は基本露出度高いから基本はもうこのくらいは出してるんじゃないかなって思います。はい、以上セラの露出コーデでした。次の露出コーデはこの感じです。テーマとポイント教えてください。強めギャル、強め女子っていう感じをカジュアルな格好にしてみました。なんか肌焼けたからめっちゃ似合う、かっこいい。本当ですか？なんかちょっとずつ戻ってきたんですけど、なんか割と露出コーデってなるとちょっとエロな感じ、エロなんだろう、港区女子みたいな感じのセクシーなお姉さん系っていうのをちょっと想像しがちだと思うんですけど、あえてこういうちょっとメンズカジュアルみたいな感じのところで女性っぽさを出すっていうのも一つのポイントとなっています。その服着るときはどこに行くとかありますか？いや、これでなんかバーベキューとかしてたらめっちゃモテんじゃないかと思います。確かに普段、なんか露出する服着ることとかありますか？結構あります。確かにダンサーとかやってたり、ね、そう、なんかやっぱ大阪とかでピンクで踊る時とかめちゃくちゃ露出してるんで、ちょっと下着ですねみたいな服で踊ってるんで、なんか本当に露出することに対してはすごいね、なんか人より抵抗はないなって思います。はい、ということで以上チピの露出コーデでした。はい、私の露出コーデはこんな感じです。テーマとポイント教えてください。テーマは夏ストリートみたいな感じのテーマで、でまあ露出ということで、とにかく、まあ、足も腕も出してみました。でまあまだガンガン夏じゃないのでブーツでも、これサマーブーツなんですけど、あ、本当だ、生地薄めと、あとミニをかぶって、ちょうど今ぐらいの時期にちょっと露出したみたいな感じのコーディネートにしてみました。露出コーデでお出かけするときはどんなところに行くんですか？どこ行くんだろう。年齢を考えて最近露出があんま好きじゃなくなっちゃって、だからその海行くときとか暑いところに行くときしか露出コーデは基本しません。じゃあ普段はそんなに？普段は隠しまくってますいや、隠しまくってるというか、なんかちょっと人目を気にするようになっちゃって恥ずかしいなっていうあれでまあこの上に何か羽織ってますね、基本は。もしこのコーデでいるとしたら。はい、ということで以上ワンのラストコーデでした。バイバイ。はい、あゆみのラストコーデはこんな感じです。まずポイントなんですけど、このスパイラルガールさんのおっぱいがすごい見えるトップスが一番やっぱ露出コーデに合ってるのかなと思ってこれで来たんですけど、やっぱすっごい漏れるんで、これは夏絶対にみんな着た方がいいと思います。で、なんかこれ着てるからあんまなんか下もなんか短い丈とかじゃなくて、ちょっとまあカジュアルめでパンツを履いて、まあ、ポイントとしてはここだけですねここさえ出てれば露出かなと思ってこんな感じで来ました。あゆみちゃんが露出するコーデするときはどこ行くんですか？でも基本どこでも行きますね普段から。普段から。じゃあもしあゆみちゃんがそのコーデで好きな人がいるところに行くときは何かアピールするんですか？多分今下ろしてるんですけど髪の毛あげますね。エロ。そしたらもうこ
ここしか見えなくなるんで、集中させたいときは髪上げます。ぜひ皆さんやってください。絶対に男性はフラフラすると思います。はい、以上あゆみの露出コーデでした。はい、ということでみんなの露出コーデ終わりました。夏だからすごい参考になると思うんですけど、うんうん、なんかやっぱピンク同士だからすごいなんか似てました。ピンクコーデみたいな黒い。でもやっぱ結構みんなさ胸元はさ強調していくよね。確かに。ということで皆さんぜひ、この夏参考にしてみてください。本日もこの動画を見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。